皆さんこんにちは、さやです。今日はですね、キャンドゥさんの購入品をご紹介していこうと思います。まずはリピート商品ですね、こちらになります。これね、取り替え用の携帯ゴミ袋ですね。で、セリアさんとダイソーさんにも売られてるんですけども、たまたま今回はね、キャンドゥさんで見つけたので購入してきました。これはね、ペット用のこの携帯のゴミケース、ゴミ袋ケース、まあ、ペット用じゃないんですけどね、レジャーとかドライブとかトラベルとかに使える、このね、ちっちゃいこのケースに入れるロールになってるんですよ。で、1ロール12枚入っていて、3個セットですね、計36枚で、マメちゃんのね、お散歩の時にこれを使っています。キャラカラー、はい。で、黒とか白とか水色とかあったんですけど、今回はオレンジにしてきました、はい。多分ね、ワンちゃんとか飼われてる方、お散歩に行くときにね、つけてる方結構多くなってきてるんじゃないかなと思います。はい。で、続いてがですね、こちらのシールを買ってきました。またね、可愛いシールが出てましたね。組み合わせて貼って楽しい、貼り直せるシールということで、こんな感じでね、可愛いんですこれ。はい、ジャムパックシール、パステル、うん、こんな感じで、ここからね、半分に分けられて、で、この中にこのシールをね、こういろいろ貼ったりもできるみたいです。可愛らしいですよね、ジャムパック。こんな感じで、うさちゃんとかも可愛くてね、買っちゃいました。こちらと、あとはこちらの、くまちゃんのね、シールも買ってきました。はい。こちらがジャムパックシールのナチュラルですね。こっちはね、くまちゃんになってますね。可愛らしい。手帳とかに貼っても可愛いしなぁと思って買いましたね。で、これちっちゃいので、まぁ、ちょっと素手じゃ無理かな。ピンセットでね、ちょっと使いながら、こう取りながらね、使っていこうかなと思います。で、あとね、2種類くらいあったんですけど、今回はね、こちらのうさぎちゃんと、くまちゃんの2種類を買ってきました。はい。こちらですね。で、あとですね、こちらのクリップ、ダブルクリップですね。星猫。これがね、新しいシリーズで出てましたね。5個入りです。星猫。感じのね。で、このタイプのね、クリップ、私結構買ってるんですけども、結構ね、これ、使用頻度が私高いので、こちらを購入してきました。可愛らしい。パステル調のカラーとか、あとはこのちょっと濃い、紺とか黒とかも混ざってたりするので、結構ね、こうカラーバリエーションに富んでていいかなと思って買ってみました。で、このね、星猫さんシリーズ、割と結構あったので、まあ気になる方は、ちょっとキャンドゥに行った時にね、見てもらえるといいかなと思います。こんな感じで可愛い柴犬くんとかもね、いるので、ぜひ見に行ってみてください。はい。で、続いてがですね、最初にマスキングテープをご紹介しようと思います。はい。で、まずはですね、こちらのとっても素敵なね、マスキングテープが出てました。カラーフラワーのレッドですね。15ミリ幅の6メートルになっています。レッド&ブルーのレッドの方ですね。はい。で、こちらのレッドと、あとこちらのね、ブルー。こちらも購入してきました。ジャンコードはね、両方同じになってますね。はい。で、こちらのね、レッドとブルー、とっても可愛くってね、こんな感じのものですね。ちょっとね、このお花が今までとは違うような感じの色合いかな。なんていうのかな。ちょっと、こうアンティーク調っていうか、なんて表現したらいいんだろうな。なんか深い感じの赤を使ってるんですよね、これとかも。で、こっちもね、深いブルーをこう、使ってたりとかもするので、すごくね、色合いが
素敵です。で、粘着力もめちゃめちゃいいです。これ一発張りなんですけど、剥がれてこないくらい、こう粘着力はありますね。これはね、買いだと思います。おすすめです、今回。はい。こちらのマスキングテープ2種類ですね。で、続いてですね、ご紹介するのが、はい、こちらのフレークシールになります。ステッカーフレーク。これもね、すごく素敵なんですよ。フレークシール、空ということで、こんな感じで30ピース入ってるんですが、10デザインの3ピースずつということで、ハートと四角のね、お空柄になってます。こういうとこはレインボーなんですよ。で、ね、ちょっと中が透けるような感じのだったりもあるんですけど、中は透けないのか。こう出すとこんな感じなんですけど、まあ上にね、かけたりする感じですね。ちょっと透けはしなかったかな、あんまりね。はい。ただね、この色合いがめちゃめちゃ綺麗だと思います。で、30枚入ってるんですけど、1枚が3ピースずつしか入っていないので、まぁ、ちょっと量的には少ない、まぁ、1枚がね、少ないかなとは思ったんですが、まぁ、結構ね、素敵な感じなので、これはもう、ちょっとお気に入りに入るかなと思います。可愛いですよね。この赤のピンクの空もね、可愛い。はい。こちらのフレークシールが出ていましたね。はい。で、続いてですね、前回、ライブ配信でもご紹介したんですけれども、こちらですね、ちいかわ。これね、セリアさんでも売られているみたいです。セリアさんの新商品でね、入ってきているそうです。はい、フラットポーチですね。こんな感じの、かわいい。で、後ろがね、ちょっとこう、ザラザラしたような材質のフラットポーチになってます。でも全部透明な感じで中が見えるので、これはね、何を入れても判別できていいなと思いますね。縦17センチ、横25センチの方のフラットポーチを購入してきました。あとね、ちっちゃいサイズのポーチもあったんですが、今回はこちらの大きさのものだけをね、購入してきています。結構この大きさありそうでない大きさかなと。思いますので、結構物入るんですよ、この大きさって。なのでね、この大きさは結構おすすめのポーチになってますね。可愛らしいです。はい。で、こちらと、あとはですね、こちら、ちいかわ、携帯の充電ケーブルとか、イヤホンなどのね、まとめるタイですね、ケーブルタイ。コードホルダーですね。ちいかわのコードホルダーです。はい。で、これはね、これ一つしか種類はなかったんですけど、可愛いですよね。ちょっとこう、潤んだ瞳が何とも言えないコードホルダーになってました。可愛らしいです。はい。で、続いてご紹介するのが、こちらのメッセージカードですね。ジャムパック。はい。メッセージカード、ジャムパックです。ちょっとね、順番バラバラにご紹介しちゃってるんですけど、ちょっと私の勘違いでね、バラバラになっちゃったんですけども、もうこちらのね、メッセージカードもすごく可愛い。で、1枚がね、分厚いですね。で、10枚入ってまーす。後ろはね、ピンクの方眼で可愛らしいです。で、ダイカットの、このね、メッセージカードって可愛らしいですよね。はい。で、こちらのタイプと、あとはこちらのメッセージカードですね。これも10枚入ってます。これもジャムパックのものですね。で、このね、ジャム瓶とこのクマちゃん、これめちゃめちゃ可愛い。で、こっちもね、後ろはピンクの方眼になっていますね。可愛らしくないですか、これ。贈り物の時にちょっとここ穴開けて、まあ、リボンで。ね、細い、麻紐プレゼントラッピング用の、こう、赤とかピンクとかの細い麻紐がセリアで売られているので、それをこう、つけてあげても可愛いかなと思います。
で、後ろにね、ちょっとメッセージも書けるっていうので、これはね、ちょっと可愛いので、これ2種類買ってきました。で、私が行ったところではこの2種類しかなかったので、多分この2種類で全種類かなっていう感じですね。はい。で、続いてがこちらですね。こちらもジャムパックの付箋になります。可愛いですね。4デザイン15枚ずつ入ってる60シート入ってますね。可愛くないですか？これ。これワンちゃんと、サクランボと。で、このね、赤のチェックがね、やっぱり可愛かった。はい。なのでね、買っちゃいました。こちらのタイプと、あとはこちらの付箋ですね。ジャムパックの付箋。これクマちゃんとプリン。で、イチゴです。で、あと2種類くらいあったんですけど、今回はね、こちらの2種類のみ購入してきましたね。で、こんな感じでね、入ってるものがやっぱり全部違うので、これはちょっと可愛らしい。ハートのチェックもちょっと違うんですよ。可愛いですよね。こちらの2つと、はい。で、久しぶりに、キャンドゥさんからね、デザインペーパーが出てましたね。はい。こちらのジャムパックのデザインペーパーが出てました。これね、40シート入ってるんです。ありがたいですね。ボリューム1ということで、4デザインが12シートずつ入っていますね。1と2があって、こっちは1の方になります。はい、で、この4デザインが入ってるんですが、こんな感じで。かわいいですよね。このクマちゃんとか。なんかほっこりする感じで、このチェック柄もね、結構使えそうなので、これもありがたやーと思いましたね。これ入ってるの、すごく可愛い。この辺こう切ったりとかしてね、日記に貼ったりとかもできますよね。これなんかもまさにこう1枚ずつ切っちゃったりとかして日記に貼ったりとか、あとはファイルに飾り付けに貼ったりとかするのもちょうどいいかなと思います。可愛らしい。もう瓶のここね、ハサミで切っちゃっても可愛いですよね。こういうね、シンプルにこう分かれてるのもちょっとありがたいですよね。可愛らしいです。はい。こちらがね、ワンの方ですね。はい。で、はい。こっちがね、2の方です。ジャムパックの2の方ですね。で、これも48枚入ってますね。とにかくね、このジャムパックシリーズは可愛らしくてね、なんとも言えない可愛さがあります。な感じでチケットとか、ウサちゃんとかね。こっちのチェックもちょっと違うんですよ。可愛いですよね。ピンクのチェックと、こんな感じでハートのデザインだったりとか、これもね、可愛かったです。こんな感じの4種類ですね。はい、入ってました。可愛らしいです。で、続いてがですね、こちら、久しぶりにこのタイプのね、ジッパー袋出たかなっていう感じですね。カラフル、ジッパー袋の S8 枚入りですね。ちいかわ。かわいらしい。で、これね、この1種類しかなかったんですけど、ちょっとセリアの方でもね、確認してみようかなと思います。で、チャック下がね、縦7センチの横が10センチということで、S サイズのサイズになってますね。こんな感じです。こちらはちょっと薄ピンクのものですね。これ私の好きなタイプの袋なんですよね。このジッパー袋っていうの。かわいいし、ぴったり収まるしで、このサイズは好きです。で、かわいい。なんかぴょんぴょんしてる。はい。こちらのね、とってもかわいらしいカラフルジッパー袋の S サイズになります。で、続いてがですね、こちら。はい。これはね、ランドリーネット。星猫のランドリーネットですね。L サイズを買ってきました。
うちランドリーネット、あのね、服全部ネットに入れるタイプなんで、私。なんか洗濯だけはね、めちゃめちゃこだわるみたいな感じです。はい。で、サイズがね、縦50センチ、横35センチです。で、目安がワイシャツ2枚、またはブラウス3枚っていう感じなんですけど、もうちょっと余裕を持たせてね、私は入れるので、そう、ワイシャツ3枚くらいね、入れて洗濯しようと思います。で、ファスナーカバーがついているので、まあ、洗濯中にね、ファスナーが開いてきたりすることもないですし、もう最後まで閉めてね、こう、こんな感じで閉めてあげると、洗濯中にファスナーが開くことはないので、安心して使えるランドリーネットになっています。はい。このタイプのね、私100均のランドリーネットしか使わないので、そう、こまめに買ってるんですけどね。はい。で、最後がですね、こちらの、ちいかわのフレークシール。全6種類30枚入りということで、これね、あの、ジップとかじゃないんですよね。だから、ちょっとね、ご紹介してから開けようかな、と思ってね、未開封でご紹介しようと思います。全6種類、可愛いですね。はい。じゃあちょっとこちらの、ちいかわのフレークシールですね。ノートに貼ってみようと思います。はい。今ですね、貼ってみました。こんな感じの、フレークシールでした。かわいいですよね。ぎゅ。かわいい。な感じのね。で、マスキングテープ素材になっていて、まぁ、ちょっと剥がすときに大変かなっていうのはあったんですが、まぁ、シールより台紙の方がちょっと大きくなっているので、まぁ、ピンセットとか使えばね、すぐに外せるかなと思います。ただ、台紙についてるときに粘着力がちょっと強いのか、なかなかこう、剥がれなかったので、ちょっとね、ピンセットで端っこの方をこう、キュッキュッとやってね、剥がしてあげるといいかなと思います。とってもね、可愛らしい。これ、喜んでるのかな？なんか恥ずかしいのかな？すごく可愛いですよね。はい。こんな感じのね、フレークシールでした。はい。で、今回ですね、このちいかわのフレークシールなんですが、こちらも1種類しかなかったので、こちらのみ購入してきました。多分ね、これはこの1種類だけなんじゃないかなと思います。はい。すごくかわいい。こんなにね、一気に新商品がね、パパパパンと出てくるのもちょっと珍しいかなと思いますので、ぜひぜひキャンドゥさんの方にね、行かれてみてください。このジャムパックシリーズはね、可愛いと思います。多分好きな方多いんじゃないかな、この絵柄。はい。で、今日のね、購入品は以上になります。今日もね、楽しかったよって思ってくれた方は、ぜひぜひ高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。コメントの方もお待ちしておりますので、どんどん残してもらえれば嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。